ベルカーントは日本の競争馬である。場名の意味は音楽用語で美しい歌。主な勝倉は2013年ファンタジーステークス、2014年フィリーズレビュー、2015年2016年アイビスサマーダッシュ、2015年北九州記念、2015年2016年サマースプリントシリーズチャンピオン。8月3日に 小倉競馬場の芝線200メートルの新馬線で、竹豊を安城にデビュー。果敢に逃げて2着に5馬審査の圧勝で、デビュー戦を飾った。続く小倉2歳ステークスは逃げたものの敗れた。11月の京都のファンタジーステークスも、先手を取るとそのまま逃げ切って、重賞初制覇となる。陣営は、頻馬限定の GI 阪神ジュベナイルフィリーズには、向かわず、 混合戦の朝日ハイフューチュリティステークスに出走した。レースはこれまで同様に逃げたものの最後は中山の急坂で失速し、10着に敗れた。3月のフィリーズレビューはこれまでのレースから一転して、行位からの競馬となり、最後は内拉地沿いから直線で抜け出して、重傷2勝目となった。しかし、大花賞は後方からとなってしまい、 結局最後まで伸びを欠いて10着に敗れた。その後も勝ちきれないレースが続きこの年を終える。4歳初戦のシルクロードステークスは12着、初のダート戦となったコーラルステークス13着と大敗。一息入れて7月の CBC 賞に出走予定だったが、出走取り消しとなる。そして8月のアイビスサマーダッシュと北九州記念を連勝し、 サマースプリントシリーズのチャンピオンとなった。しかしスプリンターズステークスは13着、K ハンハイは4着に終わった。5歳初戦はドバイに遠征し、アルコーススプリントに出走したが12着。休養を挟み7月の CBC 賞は3着、アイビスサマーダッシュ連覇を果たした。8月の北九州記念は2着に終わるも2年連続でサマースプリントシリーズのチャンピオンとなった。 スプリンターズステークス10着を最後に現役を引退、ノースヒルズで繁殖品馬となる。以下の内容は、netkeiba.com およびジャビスサーチに基づく。ありがとうございます。